よし、さあ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 、皆さん、いよいよし、ついにラスト。ついにラストっぽいよ。これ、一発で決めなきゃいけないっぽいな。2発は打てないっぽい。さあ、ファイナルシュート。ルビック、おさらばだ。え、嘘、当たった今当たったでしょ。バシュンって言ったけど今。ふざけんなよもう。嘘でしょ。今当たったでしょ絶対。当たってなかった。ちょっとずれてたな。きついことする。ていうかルビックに当てるでいいんだよな。そもそもの話。ほら、ルビック、ジ・エンドじゃ。ほら、よし、あっ、あっ、来た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 。おい、うわぁ、どうなってんの。これは倒した。ああ、爆発。はい、じゃあエンディングが。おお、来た。セバスチャンも捕まってたってことだな。要するに多分そういうことだよね。セバスチャンも捕まってたんだね多分。いやー、あーもう赤ちゃんみたいなって。ああもうはーっつって。あーし。はー、あれ？あ、まだ操作すんの。あ、この世界を作ったのは私だ。お前には止められない。まだなんかやんのかよ。ルビック、ルビック、よし、これを最後なんかすんのか。ルビック終わりだ。それ脳みそを壊すと、よいしょー。で、踏むのか最後。よし、踏もうぜ。えい、よし、終わらせようぜセバスチャン。えいよーい。はい、っていうことで、これは種明かしっていうか、あ、立ち穴じゃん。向こうのもね、どうせ逃げられない。あれ立ち穴じゃねえか。いやー、なるほど、なるほどっていうか、まああれだな。要するにみんなここに捕まってたってことだな、きっと。で、その精神世界をずっとさまよってたってことだな、きっと。ほら、あ、死んでる、あ、死んでる。ああ、やっぱりそういうことだ。ここにずっとみんないたってことだな。で、その脳みそ、あのルビックが作った世界をずっと行ったり来たりしたってことだな。行ったり来たりっていうか、その世界をずっとさまよってた。で、その世界で死ぬとここでも死んじゃうってことだな、きっと。ウィッチャーズ？え？どういうこと？何？わけわかんない。あ、セバスチャンだけ生きてたのか。あ、そっか、あれか。ここの病院に最初行った時に捕まったってことだな、きっとみんな。で、あの目覚めた時、あの吊るされてた時はもう精神世界だったってことだ、きっと。
あの最初チェーンソーのやつから逃げたじゃん。あれは多分精神世界だったってことだね、きっと。ああやっぱそうだ、これが現実世界、これが現実世界で。大丈夫ですか、他に生存者は。頼む、外の空気を吸わせてくれ。すげえ体験したね。あ、誰こいつ。なるほど、もうじゃああそこから精神世界に入ってたってことだな。あ、レスリーか、あれ。レスリーじゃねえのあれ。あれマジ戻ったんじゃないの。あら、あ、結婚指輪してんね。なるほど。あー、はい、ということで、長きにわたって撮ってきましたけども、ついに最後ブレイククリアですね。パチ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 、終わりました。いやー長かったいやー長かったし難しかったし、いやー、まあでも面白かったな。まあちょっとあの多分これ今までゲームやってない人がやろうとすると多分相当難しいね。これはこのゲームはね、あのゲームない、ゲームの内容的にかなり難易度高いんで、ちょっとあんまりゲームやってないっていう人はですね、結構大変かもしれないですね、これやるのは。なかなか大変だと思うんですけど、まあでもこれ面白いんで、アクションゲームとしては。まあストーリーはまああれですね、要するに最初に病院に行ったじゃん、あの4人でとマクジョセフとセバスチャンとあのコネリだっけ、あの研究してたやつ、あいつの4人で行って で、あそこの現場についてあのルビックがバーンっていきなり来たと思うんだけど、あの時点で多分もう捕まってたんだね。あれで捕まってて、でキットマンはあいつの仲間だったってことだよね、要するに。キットマンは仲間で、で、もう、あの時点でで、ノコギリを持ってたやつ、ノコギリ持ってたやつのところで目覚めたとき、あの、宙ぶらりになった時に、もうすでに多分精神世界だったっていうことだと思うんだよね。あの、セバスチャン自身は、あそこのプールでずっと寝てたんだけど、もうその目覚めた時からもうずっと精神世界だったっていうことだと思うんだよな、多分。でその精神世界を生き延びたっていう、要するにそのなんかルビックが何をしたかったのかよく分かんない。何のためにあれをやったのかよく分かんない。要するに復讐ってことだったの。ルビックの家族が全部殺されて、殺されたんじゃないかな。ルビックとお姉ちゃん、あれお姉ちゃんかなとか分かんないけど、ラウラっていう長い髪の女で手がいっぱいあったあのクリーチャーになっちゃったやつ の、 あの納屋で燃やされた時の復讐ってことなのかな。まあルビックの目的っていうのがちょっとよく分かってるけど、まあでも
総じ